はい、こんにちは、マロです。ですね、先日ですね、ちょっとこちら MacBook Pro の方が、ちょっとグラフィックの不調でですね、まあ、入院となって戻ってきました。で、なんかね、画面とかその写真がなんかチカ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 震えるようになって、まあすごく気になるので、まあ電話したらグラフィックボードの方がまあ故障していたということで、修理となりました。でですね、動画で、まあ、サポートセンターの対応って紙対応っていう風に書かれてる動画もたくさんあると思うんですが、実際ね、電話してみると非常にいい対応でした。説明とかね、引き取りまでのすごいスムーズに親切にしてもらって、まあ、修理もね、実質1日で終わって、まあ、発送されて、まあ、5日ぐらいで、帰ってきました。非常に素早い対応だったと思います。めちゃめちゃ満足しました。ありがとうございます。で、以前の動画でですね、シネベンチとジークベンチかな、こちらを使ったベンチマークの測定をしましたが、こちら僕の iMac Pro の方はまだしてなかったので、今回やってみたいと思います。で、今回ですね、僕の購入したこの MacBook Pro は、2015年モデルです。で、こちら先月、購入しました。で、2016年のものと非常に購入迷ったんですが、まあまあ僕のスキルというか、まあ、ほぼ初心者なのでね、まあ、そんなに、まあ、大して分からんやろ、変わらんやろということと、まあ、2016年の方がいろいろね、不具合の問題があるのかな、動作の不具合とか、まあ、フリーズするっていう不具合が、まあ、あるっていうふうに聞きまして、で、まあ、価格も高いですしね。で、まあ、初心者にはこの2015年モデルも十分かなと思って、購入しました。で、拡張も SD カードから USB まで、全て使えますのでね、またお金もかかるだろうということで、こちらの方をね、選びましたけども、まあ重さとかはね、新しい方が全然軽かったり、その画面の明るさとかも、新しいものの方がいいと思うんですが、まあ、こちらの方ですね、2015年モデルはもう、これが最後の年だったので、非常にまあ熟成されて、一番そういった不具合とかが少ないのかなと思って、まあ選択しましたけども、まあね、そんなに気にはならんかなと。でタッチバーですかね、タッチバーにもあんまり興味をそそられなかったので、まあ、僕はこれが気に入っています。で、まあね、拡張問題とか使いにくいってこちらを買い直した方もいらっしゃいますので、ね、大事に使っていきたいと思います。それではですね、 MacBook Pro の、ベンチマークの方を2つのソフトを使って、測定してみたいと思います。それではどうぞ。はい、まずはシネベンチの方ですね、こちらで測定しました。で、グラフィックの方、 OpenGL が 63.14fps で、 CPU の方が 612cb、非常にまあいい数字じゃないでしょうかね。12インチの MacBook の、まあ、両方とも倍はありますね。はい、まあ、あとこちらのスペックなんですけども、まあ、今回Core i7 の 2.8GHz 最大 4GHz のものと、グラフィックボードが AMD の、Radeon R9M370X こちらの方を選んでます。で、 SSD が512なんですけども、 SSD 以外は、全てフルカスタムの状態で、まあ、上位モデルとなってますので、まあ、非常にいい数値が出たんじゃないかなと思っています。それではですね、このジークベンチの方を見てみましょう。はい、測定結果出ました。シングルコアで4567、マルチの方で16005。はい、これ非常にいい数字じゃないですかね。なんか2016年モデルとか2017年モデルのこちらの数値も見たんですけども、両方とも確か1万5000台やったんです。で、1万6000っていうあるんですけども、これはかなりいい数字ではないでしょうかね。まあ一概にこれが性能の全てとは言えませんけども、まあ参考までにはね、なんかちょっと興奮するような数値でございます。で、3台比較すると、まあ2012年モデルが、
8000台と、まあ、プロが、16000で、iMac の方が19000となっています。まあ MacBook 12インチの場合もありますしね、これだけで見るとすごいテンション上がるんですけどね。やっぱこういうのも個体差ってあるんですかね、当たり外れみたいな。車とかバイクでもそういうのあるってよく言いますけどね。まあ非常に満足のいく数値となっています。それでは3台ちょっと比較していきましょう。はい、こちらがシネベンチで3台の比較ですね。やっぱりこの数値見ると iMac ってスペックすごいいいのかなと思います。今回僕デスクトップを、まあ、初めて購入しましたけども、まあこんなにね性能がいいと思わなく、性能がいいというかこういった数値化でね差があると思わなかったので、非常にびっくりしてます。で、MacBook 12インチ、まあモバイル性重視なんでね、そんなに、まあ、高性能っていうのはもともとそこまで期待はしてなかったんですけども、やっぱりソフトによってはこれだけ大きな差が出てしまうのかなっていうふうに思っています。で MacBook Pro、まあノートパソコンだと非常にいい数値なのかなって。でサービスプロとかの、動画とかも見たんですけども、まあ、測定結果はずっと MacBook Pro より下でしたね。OpenGL が、まあ、30台とか、CPU の方も300台とかだったので、まあ性能的にはかなり差があるのかなと思っています。まあ比較する対象がねちょっと別になるかもしれないですけども、まあどっちかというと MacBook 12インチの方が近かったのではないかなと思ってます。はい、それでは3台比較してみましたがいかがでしたでしょうか。まあ数字だけでね全ては見れませんし、まあその人の使い方とかね使うソフトだとか作業によってはまあかなり上下はすると思ってますけども、まあねこういった可視化をしてみてやっぱり製品の特徴とかそういった性能っていうのを測ってみるっていうのもなかなか面白いもんですしね、いろんなやつと比較するとああこっちの方がいいんだっていう風にまた次の購買意欲につながったりっていうのもあるかと思います。まあね皆さんMacBook ね非常に興味ある方だと思ってますので、まあねこの動画を見ていただいたりとかこういったねレビュー Mac のレビュー系とかを、まあ、見られる方っていうのはすごいねMac の購入を、考えてらっしゃる方も非常に多いと思いますので、まあそういった方の参考になればいいかなと思っております。はい、それでまあ今回こいつが戻ってきたことで、僕の Mac3 兄弟がはい全員揃いました。まあなんか北斗3兄弟みたいですね。まあラオウ、トキ、ケンシロウ、この3名かと思いますね。まあ、iPad がジャギかなっていう感じですね。まあジャギ言うたら iPad に失礼かもしれませんけどね。はい、まあこういった形で本日測定してみました。はい、皆様の、まあ、参考になればいいんじゃないかなと思いますね。この2ヶ月でちょっとパソコンね3台買うっていう暴挙に出てきみましたけども、総額80万円、はい、もう非常にね自分でもびっくりですね。3台ともね大事に使っていきたいと思います。はい、それではですね、本日はご視聴ありがとうございます。また皆様のお力になれればなと思ってますので、また見てください。それでは、バイオツ。